どうもジョンです。今回はですね、ユニクロの紙パーカーが期間限定値下げということでご紹介していきたいと思います。こちらですね、ユニクロアプリ10周年祭ということで、普段だったらこれ4000円ぐらいするパーカーが3000円で買えちゃうわけなんやね。昔はもうちょい安かったかな。で、それがちょっと値上がりしちゃったということで、元の値段戻ったような、そんな感じもいたしますけど、これさ、実際に購入してですね、着てみたらめちゃくちゃ良かったですね。ユニクロのパーカーって、ちゃんと買ったことなくて、ただめちゃくちゃいいっていうのはなんか聞いてたんよ。あ、そうなんやと思ってたんだけど、1000円オフしてくれて、今3000円で買えるんで、ほな買ってみようかということで購入してみました。なんかね、最近あんまパーカー似合わへんなと思ってて、なんだろう、子供っぽい。やっぱカジュアル代表のやつやんか、パーカーって言ったら、スポーティーな印象もあるし、部屋着の印象もあるし、すごいカジュアル若者が着るっていうような印象があって、ちょっと敬遠してたんだけど、安なってるということで買うてみました。で、今回はですね、こいつの魅力、さらに動画の後半で3コーデご紹介しようと思ってます。ゆっくり見ててください。さ、ユニクロのパーカーちょっと苦い思い出があって、これ JW アンダーソンコラボのパーカーね、去年発売されたやつで、サイズ L 買ったんよ。これ着たらなんかちょっとこうピチピチな感じして、なんかフードの立ちもあんま良くなくて、結局 1,2 回しか着てないんでね、もう捨てようかなと思ってるぐらいなんだけど、一旦着てみましょうか。えいってことでね、着てみるとこのような感じでございます。サイズ L でちょっとピチってないみたいな。着丈はね、お尻半分ぐらいでいいんだけど、なんかこうタイトな感じ、もうちょっとさ、ゆったり羽織りたいやん。去年とかだったらエッセンシャルズのね、パーカー爆流行りしたと思うんだけど、あれなぜ人気あったのか、やっぱね、シルエットも可愛いし、あと背中のエッセンシャルズみたいなあのロゴもね、可愛らしかったと思うわけよね。それとは全然ちゃうくないみたいな。なんかすんごい態度。ユニクロはさ、やっぱ40代でも50代の方でも着れるようにということで、そのダルダルのね、シルエットじゃないよ。僕身長177センチで、L でこんな感じだったわけなんよね。このフードも見て、ちょっとちっちゃいやんか。ユニクロのパーカーってそんなもんなんやーと思ってたんだけど、こいつ買ってみたらですね、なんかちょっと考えが変わったかなーみたいな。結構ええんよ。こいつの魅力はね、2つございます。シルエットと、あと素材なんやけども、まず1点目のシルエット。これサイズ XL 買ったんだけど、なんかね、意外と身幅も余裕ある感じなのよ。で、着丈もお尻半分かそれぐらいの感じ。で、袖も十分な感じ。アームホールもまあまあ太いやんか。そしてですね、このさ、フードがね、めちゃくちゃ可愛いんだよね。なんか小さすぎず、ちゃんとこう大きめな感じ。大きすぎるわけじゃないんだけどね、ちょうどええフードの立ち。やっぱさ、生地がしょぼかったりしたら、このフードがへにゃーってなるのわかる。なんか安物のっていうか、ペラペラのやつだとこれがへにゃーってなりがちなんだけど、生地もまあまあしっかりしてるから、フードの立ちがええんよね。そうなんよね、2XL とかの方が良かったかなと思ってたんだけど、着てみたら XL でええ感じみたいな。なんかこうダボダボなストリート系で着たかったら 3XL、4XL でコーデもらったらいいんだけど、このパーカー自体がカジュアルやから、そう、あんまダルンダルンに着るのもどうなんかなみたいな。女の子がさ、これちょっと大きめのやつ1枚で着るみたいなのもね、可愛いと思うんだけど、男性例えばもう成人してる30代、40代、50代の方であれば、多分ね、そんな大きすぎん方がええんかなと。大きすぎると着丈もグイーンって長くなるし、それダボダボって感じして、よりね、こう子供っぽいというか、だらしな印象なりがちなのよね。ちょっとディテール見てみると、この紐のところね、先っちょがシルバーになってんよね。これもちょっと高級感あるやん。で、さらに横のところ見てみると、目立たないポケット、主張してないポケット、ここのさ、サイドのこう縫い合わせに合わせたようなポケットがすごくいいよね。なんかシンプルなデザイン、カジュアルすぎひんのがいいな。やっぱさ、若者10代20代の子であればすごいね、ロゴが入ったやつとか、なんかこうカラフルなやつとか着てもらったらいいんだけど、やっぱね、大人の方30代40代50代は無地の方が圧倒的にいいと思うよね。カジュアル好きな方は全然派手派手なやつ買ってもらってもいいかなと思うんだけどね。で、続いて素材感なんだけど、これね、めちゃくちゃ柔らかいんだよね。こないださ、ユニクロで同じようなスウェットシャツ買ったよ。これは本当にクルーネックというか、しかもこれ 4XL のサイズ買ったんだけど、そう、これがさ、めちゃくちゃ着心地よくて、これと全くね、素材は同じでございます。生地が綿 100% の素材になってて、なんかリブのところとかフードの内側とか綿ポリみたいなんだけど、着心地がめちゃくちゃ柔らかいんだよね。で、裏側見てみると、こんな感じで、肌当たりのいい素材になっておる。
ると今の秋であればこの素材感がベストなんよね。ってことでね、なんとなくこのパーカーの魅力伝わったんではないでしょうか。もうカラーもだってこれ9色ぐらいあるやんか。おすすめなのはやっぱオフホワイトとかこのグレー、モクグレーとかブラック、ダークグリーンがねめちゃくちゃかっこいいんでおすすめでございます。これってなんかセットアップで着用できるねパンツも売ってるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。ってことでね、こちらの着用参りましょう。果たして3000円でも買う価値はあるのか。身長177センチの Y がこちらを着用するとどうなるのか、行ってみましょう。まず1コーデ目、こちらですね、上下スウェットのセットアップでございます。グレー、グレー、こういうエアフォースワンみたいな。で、アウターに羽織っているのがスタジャンということで、やっぱこう、襟がないアウターとめちゃくちゃ相性良かったりするよね。もちろん MA1 とかも合わせられるんだけども、やっぱりカジュアルな、若者な印象にはなるっすかね。でもね、首周りにこうボリュームがあって、小顔効果っていうか、そういうのあってめちゃくちゃいいよね。可愛い感じでございます。アウター脱いでやるとご覧になる感じで、まあ、白 T とかね、こうチラ見せしてやって、レイヤードしてやったら可愛いんかなって思います。フードがね、ほんとボリュームあるのがめちゃくちゃナイス。見てもらったらわかるんだけど、着丈もね、身幅も全然窮屈じゃないんだよね。ほんとゆったりとしたリラックスシルエットでめちゃくちゃいいわ、ほんとに。続いて2コーデ目、ワイドめのボトムスと合わせてみました。白のボトムスにあとブラウンのアウターってことなんだけど、ちょっとね、きれいめカジュアルみたいなそんな感じになるかな。こうきれいめなやつにカジュアル要素がプラスされるよね。やっぱパーカーってね、フードがすごく可愛らしいんやな。機能的な面でもこれフードがあることによって首周りめっちゃあったかいよね。自転車乗るときとかにフードをガバッてかぶってやったら全然ねあったかいし、もちろんフードかぶらなくても首周りあったかいんでこの時期おすすめっすわ。ラスト3つ目のコーディネートいかがでしょうか。これは黒のスラックスにパーカー、そしてコートなんだけど、これもね甘辛な感じ、綺麗めカジュアルな感じですやんね。もちろんのこう中にシャツとか着て綺麗めな上品な感じにしてもいいんだけど、まあ、若者とかはねカジュアルダウンしてもありなんかなみたいな。これはこれで可愛いよね。首元になんちゅうんかな、キュートさっていうかフードが可愛い感じするよね。まあ、スウェットのパーカーってザカジュアルなアイテムなんで家着とかに使われること多いんだけども、綺麗めなアイテムと合わせてやると意外とねかっこよく着こなせるんで、ぜひぜひ挑戦してみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。